気になるニュースを深読みする大阪発優しいニュース解説をお届けします。今日のテーマはこちら、東日本大震災から10年、つなぐ。私は10年前岩手の陸前高田市で200年以上にわたって醤油を製造する八木沢商店の河野さんと従業員の皆さんに出会いました。河野さんたちは津波で家も会社もそして大切な人の命も一気に失いました。被災した直後に父親から会社を引き継いだ河野さん、醤油の原料に欠かせないもろみを探し回ります。奇跡的に釜石で研究用に預けていたもろみが無傷で見つかり、再建にこぎつけます。一時は創業の地を離れなければなりませんでしたが、今年元の場所に新しい社屋と工場が完成する予定です。今日は八木沢商店の河野道博社長とオンラインで結びお話を伺います。おかわりなく。はい、おかげさまで元気でやってました。なんかそんなピッとした格好してる渡辺さん、俺初めてかもしれないです。初めてこの姿でお目にかかります。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。もろみを樽から、見つけたあの時っていうのは、今振り返って改めてどんな思いですか？そうですね、あれ実はあれがそのちゃんと培養できたわけじゃなくて、あの放送を見た地元ローカル局で、あの放送を見た、釜石の水産技術センターさんと微生物研究所の方で、あ、そういえば1ヶ月前に預かってた研究用のサンプルが4キロあるって。で、釜石の方も同じく被災されてたんですけど、もう瓦礫の中から彼らが無傷の密閉容器に入ったものを見つけ出してくださって、で、河野さん生きてるよっていうふうな電話連絡をくれたんですね。本当にその自分たちの新しい工場ができるまでの間、工業技術センターさんでたった4キロだったもろみを200キロまで増やしていただいて、で、それをうちのその新しくできた工場の仕込みの時に、戻すことができて、うちのもともとあった200年の蔵に住んでた酵母とか乳酸菌の微生物が取り戻すことができて、で、今の味があるんですね。奇跡の必死よという商品なんですけど、このネーミング、はい、まあ、ここに込めたもの、思いっていうのは何なんですか？その4キロのもろみを預けていなかったらとか、そのテレビ番組を釜石の人たちが見ていなかったらとか、そのいろんなその周りの人たちが起こしてくれた奇跡の連続だったんですね。だったので、やっぱり本当に奇跡的にその再現できた味なので、絶対このネーミングにしようと思って決めて、多額の借入金、借金を抱えました。そんな中での前進、まあ、本当に、大変なことが多かったと思うんですけれども。そうですね、もう本当にこの10年間七転八倒のような日々だったと思いますね。まあ、うちだけじゃなくて、この被災三陸沿岸の被災地が本当地場産業がみるみる衰退していくのを肌で感じながら、自社の売り上げの回復も思うようにはいかない、でも抱えた借金の額はすごい金額を抱えているので、これをどうしていこうかっていうふうなことで、もう新しいことをやるしかなかったですね。もうこの10年を機にですね、自社の味噌工場を、もともと八木沢商店があった場所、かさ上げ10メーターかさ上げしたんですけど、そこに今回戻すことができて、
で、そこで味噌の仕込みが始まって出荷されるようになると、まあ、経営基盤的にも安定して、まあ、借り入れ金とかそういうのもちゃんと返していける状態になるなっていうところまで見えた矢先で今度コロナだったですけど、自社の工場が元の場所に、できるということは、これは八木沢商店にとってだけでなく、陸前高田の町の人たちへのメッセージとしても非常に大きなことなんじゃないですか。なんか一重にやっぱり陸前高田、自分たちが生まれ育って200年ここで商売商いをさせていただいて、でここに、今泉という町を復活させるんだと、発酵をテーマにした町にするんだっていうふうな、震災のその年に、描いたビジョンを実現させるために、まあ走ってきたようなものだと思うんですね。発酵をテーマにした商業施設カモシを地元の仲間7社で立ち上げることができて、今本当にコロナの中ですけど、もう9割地元のお客さんしか来ないお店ですけど、毎日昼時間は満杯で。新型コロナも、まあ、経験してみて、河野さんから見られて、まあ、この窮地にですね立った時に皆さんに訴えたいことっていうのは何かありますか？触れ合っちゃダメとか、移動しちゃダメとか、その大声を出しちゃダメとか、ものすごいこう窮屈な状態にいるんですけど、でも必ずこれはこの夜は明けるので、震災の日の夜も寒かったんですよ。でいつまでもこの夜が続くような気がして、寒くて凍えながら空を見てましたけど、いつになったら朝になるんだろうって思いながら見てましたけど、必ず夜は明けるんですよ。その待ち焦がれてれば待ち焦がれてるほど朝焼けが美しいんですよね。ものすごい輝いてる朝焼けだったんです。だからもうすぐ夜が明けると思います。その時にみんなで夜が明けた時にまた手を取り合って、いける社会になっていけばいいなって。最後に一つ、奥さんの千秋さんから道博さんにメッセージを預かっております。ちょっとメッセージ、代読させていただきます。まだまだ何も始まっていない、お疲れ様というにはまだ早い、山ほど課題ありますね。これからも一緒に頑張っていきましょう。こういう言葉をいただきました。はい、最高のパートナーですからありがとうございます、はい。奥様にも一言いただけたらねえ、いやもう神さんありきですよ。震災後に自分がやっぱり心が壊れて、どうにもならなかった時に神さんにやっぱり首根っこつかまれて、一緒に子供じゃないのに一緒に医者に連れて行かれてですねあんたこのままだとダメだって言って、今やらないと、あんたが必要とされてるのは今だからって神さんに言ってもらって、で走ってこられた。もう いまだにそうですね。今子供たちがみんな、親の手元を離れて神さんと二人きりになる時間が多いので、本当に大事な時間だなと思って、今かみしめながら、いつかこの人
本当に幸せにしたいなというふうに、思っています。河野さんの言葉から人とのつながりの大切さを改めて思い知らされました。コロナ禍で苦しむ全ての人々に向けてのヒントではないでしょうか。私たちはこれからも被災地のことを決して忘れません。そして災害への備えを今一度点検しておく必要があります。